メイク美容系 YouTuber をどれぐらいご存知ですか？20代はほらなんか可愛いとかモテたいって言ってても全然可愛い感じだったんですけど、ここまでなれるんだすごいっていう意味で勇気をくれるタイプですよね。プロから見てもあのまつげはすげえみたいになるんですね。なのであのプロデュースすると大失敗するっていうのが分かってるって。ひろゆきさんは整形について奥様がしたいって言ったら理由を聞きますね。あー素敵。さあ始まりましたモデルプレスカウントダウン。モデルプレスが独自に調査した YouTuber、TikTok クリエイターに関する最新トレンドをランキング形式で発表していく番組となっております。メイン解説者をご紹介しましょう。西村ひろゆきさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイク美容系 YouTuber 影響力トレンドランキング、チャンネル登録してないよっていう方がいましたらぜひチャンネル登録して動画をチェックしてね。まずは10位から4位までを一気に発表します。モデルプレスカウントダウン。メイク美容系 YouTuber 影響力トレンドランキング10位から4位でした。ひろゆきさんいかがでしたか？まあでもやっぱり女子がそれなりにって感じですけど、マータソさんはあのそういう意味ではちょっとあのなかなか面白いですよね。いやだから他の人ってみんなあの素材もそれなりに綺麗な人がメイクでさらにっていうパターンじゃないですか。マータソさんだけ独自路線で上がってるんで優秀だなと思いました。もう自分で岡山が生んだブサイクって言ってますからね。いやだからあの開き直れるってやっぱ強いっすよね。どれだけ変われるんだよっていうビフォーアフターが公に出せるのがやっぱりすごいです。まあでもあのアフターの方は割とちゃんとしてるので、そういう意味であのだからあここまでなれるんだすごいっていう意味で勇気をくれるタイプですよね。まあやっぱでも自分を笑いにできる人って結構優秀なんで、そういう意味ではマータソさん伸びるのはもう納得ですね。こいつメイクド下手だなってアイドルって言いました。ラストアイドルのメンバーとかは本当に中学生とかから入って化粧を知らないみたいな子とかもいたので、そのメイクさんにメイクを教えてくださいって言って勉強したりしてましたね。4位のメイクアップアーティストの河北さんは川口春奈さんのメイクとかをしてるっていうことですもんね。奥様が美容家の神崎めぐみさん、夫婦揃って美容に携わっているんですね。あもう完全本業ですね。もうここまで来るとやっぱ本業の人はそれなりに人気が出るんですね。だからその一線の女優のメイクやってますっていう人だったらな、真似したらそれになれるのかもって思っちゃうじゃないですか。だからそういう意味で川北さんみたいな人もうちょっと増えてみさそうですけどね。なんか本当にガチでプレやってますっていうのが8位のゆうこすさん、はい、モテるために生きてるをモットーにモテクリエイターとしても注目されているということで、女性からもモテに振り切った生き方が支持されています。20代はほらなんか可愛いとかモテたいって言ってても全然可愛い感じだったんですけど、そこからだからキャラを変えてどう生きていくかみたいなところもっていうのを多分ちょっと準備はした方がいいんじゃないかなと思いますけど、モデルプレスカウントダウン。年を重ねても綺麗だと思う方はいますか？もう女優さんとかになるんじゃないですかね。モデルさんよりは女優さんの方が多分表情の作り方とかがやっぱりうまいので、そう単純に見た目で言ったらそのなんかシワが少ないとかで言うと若い人の方がやっぱり綺麗だよねってなっちゃうんですけど、多分その立ち振る舞いとかその表情の作り方を含めて女優さんの方がそういう意味では綺麗に見えるんじゃないですかね。やっぱりコンプレックスとかだったり自分の悩みとかをカバーするのがそういうメイクが支持されてると思うんですけども、ひろゆきさんは整形についてどう思いますか？奥様がしたいって言ったらどうしますか？理由を聞きますね。なんでっていう。可愛くなりたいから。可愛くなりたいとなぜ思うのかっていうところの方が大事な気がしますけど。いやそれはもうひろゆきさんにねよく思われたいからじゃないですか？であれば整形の必要ないんじゃないですかね。わー素敵だわ。今が愛してるよってことですよね。あー素敵。それではいよいよベスト3の発表です。モデルプレスカウントダウン。
メイク美容系 YouTuber 影響力ランキングベスト3でした。はい、1位は藤田ニコルさんということで、モデルプレス読者からは、モデルさんならではの使えるテクが満載で参考になる、メイクでいろんな顔に流れるニコルが憧れといった声があります。テレビでも活躍しているニコルさんですが、雑誌やメイクではテレビの印象と違う大人の顔も見せてます。あ、でもメイク系 YouTuber じゃないですよね、もう藤田ニコルさんも。タレントさんっていうイメージありますよね、なのでなんかタレントさんが YouTube もやってるっていうパターンにやっぱなっちゃいますよね。うん、それこそニコルさんはもうマルチすぎて、モデルさんもやったりグラビアとかもやられてるんですよ。まあ、でもテレビに出ても喋れるしっていうので、まあ、そういう意味ではもう優秀な人は優秀だよねっていう実際でもどうなんですかね、藤田さんってそのメイクのその能力としてはどうなんですか。まつげがバサバサなんですよ、うん、もういい意味で、もう大量みたいな。あ、プロから見てもあのまつげはすげえみたいになるんですね。はい、なりました。うまいですね、やっぱりツヤ肌とかポテッとした唇のなんかリップの使い方とかそういうのは気になったりしますね。2位の石田あかりさんはコスメブランド B アイドルが売れてます。プチプラなのに優秀で、美容師のベストコスメ企画でも上位常連だそうです。モデルプレス読者からはメイク系 YouTuber といえばあかりん、真似したくなるテクが多いといった声があります。あの吉田さんはアイドルですもんね。なんか NMB48 にいた人だから YouTuber っていうよりアイドルですよね。アイドルが YouTube もやってるっていう、で自分のブランドも持っててビジネスとしても成功してるっていう、すごいあのうまいなと思うんですけども、私もあの同じ秋元康さんのプロデュースのアイドルとしてやっぱりすごい尊敬しますし、まあなんか優秀な人は何やらせてもそれなりに結果出すんですね。そして3位は古川優香さん、モデルプレス読者からは優香ちゃんのメイク法を真似すると美人顔になれる、毎日メイクが参考になるといった声がありました。そう、実際に私も古川優香さんのコスメたくさん持ってるんですよ。あ、そうですか。プロから見てもそれなりにいいものなんですか。やっぱり買ってみようって思わせるのがうまい、はい、なので私もちょっと手に取ってあの何個か持ってるんですけども、ラメがだから綺麗に見えるとか、色がこういう風に発色するよとか、うん、そういう見せ方がうまかったり、YouTuber として動画の作り方がうまいですね。うまいですね。あとなんか喋り方がすごいクールなんで、なんか本心でずっと喋ってるイメージがあるんですよ。あの古川さんモデル出身とかじゃなくて本当に YouTuber 出身ですもんね。なのでそういう意味でやっぱ YouTube にちゃんと特化してるっていう意味でいくと上位に入ってるのは逆に珍しいですね、YouTuber さんが。まあ、そうするとやっぱり商品説明はモデルさんよりもうまいですからね。動画どうやったらいいとか、うん、色合いとかどうやったらいいとも含めて、なのでそれはビジネス成功するわなと。モデルプレスカウントダウン、トップ3は皆さんあの自分のコスメブランドを持っている方ということなんですけれども、タレントやクリエイターの商品プロデュース、ひろゆきさんはどんな印象を持ちますか。まあ、でもそれなりにセンスがある人でファンもいるんだったら失敗することはないので、まあ、やって正解だと思いますけどね。でコスメってやっぱり利益率高いので、そういう意味でいくとあの女性 YouTuber と、まあ、その女性のインフルエンサーの人がコスメやるのは全然正解だと思いますけど、むしろやらない人はなんでやらないのぐらいの。やっぱなんか YouTube 成功してる人って他のことやらせてもうまくいきますね。見てる人がどういうもの欲しがるかっていうのの、その企画を立てて分かりやすくして、で動画を編集してっていうのもやるので。ひろゆきさんは何かプロデュースしないんですか。ないっすね。僕その自分のセンスにあの大衆受けしないっていう自信があるんですよね。あの僕が好きなゲームのジャンルとかってあの、はい、ゲームなくなったりするんですよ。あのリアルタイムシミュレーションっていうゲームのジャンルが好き で、はい、であの古くはスタークラフトっていうゲームで、その後エイジオブエンパイアとかあるんですけど、でその中でエイジオブミソロジーっていうゲーム僕割と好きだったんですけど、そのシリーズなくなったりとか、あとフライトシミュレーター割と好きだったんですけど、もう10年ぐらい新作が出てないとかで、なんか僕が好きなものって一般受けしないんですよ。なのであのプロデュースすると大失敗するっていうのが分かってるっていう。以上モデルプレスカウントダウン、メイク美容系 YouTuber 影響力トレンドランキングでした。いかがでしたか、ひろゆきさん。いや、まあ、あの全然知らない分野だったんで、ちょっといろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。皆様もまだ、知らないクリエイターさんがいましたら、ぜひチャンネル登録して動画をチェックしてみてください。そしてモデルプレスカウントダウンの動画もぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。
次回のランキングに向けた視聴者投票も実施中なので、モデルプレスの TikTok や YouTube などから投票できるので、ぜひそちらから推しを応援してみてください。そしてこの番組でも紹介したランキングをさらに詳しく解説する雑誌モデルプレスカウントダウンが来年1月から発売予定です。皆さんぜひチェックしてみてね。来週も見てくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。プロががっつり教えますっていうのも多分あると思うんですけど、ひろゆきさんは整形について奥様がしたいって言ったら理由を聞きますね。あー素敵。悩みがあるんですけど、伸びしろがむしろあるって考えた方が、そっか。